1872年、アメリカ合衆国大統領選挙。1872年、アメリカ合衆国大統領選挙。1872年、アメリカ合衆国大統領選挙は、共和党の内部分裂にもかかわらず、現職の大統領で急進派共和党指導者、ユリシーズ・グランが、マサチューセッツ終戦室のアメリカ合衆国上院議員ヘンリー・ウィルソンと共に、 容易に2期目に選ばれた。共和党の内部分裂は対抗馬のホレス・グリーリーに多くの進歩的共和党員が流れる結果になった。1872年11月29日、一般投票は終わっていたが、まだ選挙人投票が終わっていない時に、グリーリーが死んだ。その結果、グリーリーに投票するはずであった。 選挙人は4人の大統領候補及び8人の副大統領候補に投票することになった。グリーリー自身も死後の選挙人票3票を得たが、これらの票はアメリカ合衆国議会が認めなかった。共和党の指名集会では752人の大議員が全会一致でグラント大統領の2期目の指名を決めた。しかし、 現職副大統領のコルファクスは322票を獲得したものの、ウィルソン上院議員が400票を集め、再指名はならなかった。共和党の功績によって歌われた、高齢共和党反体制派の影響力ある集団が、党を離れ、進歩的共和党を決闘した。この党の唯一の全国党員集会は、新シ,シナティで開催され、ニューヨークトリビューンの編集者、 コレスグリーリーが6回目の投票でチャールズ・フランシス・アダムズを破り大統領候補者に指名された。ミズーリ州知事ベンジャミン・グラッツ・ブラウンが2回目の投票で副大統領候補に指名された。進歩的共和党の綱領は南北戦争とレコンストラクションの憎しみを終わらせ、第2章と第3章、汚職を防止するために公務員改革を要求し、第5章。 また、関税問題を防ぐこと、第六章だった。民主党も、グリーリーとブラウンの組み合わせを指名した。グリーリーは724人の大議員のうち686票を獲得し、ブラウンも713票を得た。進歩的共和党の綱領を受け入れることは、民主党が新規軸を受け入れ、1868年の反レコンストラクション綱領を拒否したことを意味した。 党員は前方を見据え、南北戦争を再度起こさないようにすれば勝てると認識した。また、グリーリー以外の候補者を指名すれば、ハングラント票を分けてしまうだけだと認識した。しかし、グリーリーは長い間民主党を最も挑戦的に攻撃するものという評判があり、その原理、その指導力及びその活動力が候補者に対する熱意を覚ました。 集会は2日間でわずか9時間続いただけであり、歴史上主要政党の党員集会としては最も短いものとなった。ビクトリア・ウッドハルがアメリカ合衆国史上初めての女性大統領候補となり、平等権等の公認で出馬した。その副大統領候補は有名な奴隷制度廃止論者で元奴隷であるフレデリック・ダグラスだった。ウッドハルは 就任式の日に大統領になるには不適格とされた。これは憲法や法律もこの点では何も言っていないように女性であるからではなく憲法に規定する最低年齢の35歳に百8 7 3年9月23日までは達していないことが理由だった。ウッドハルト・ダグラスは下記選挙結果に載っていない。二人の組み合わせで一般投票の結果は 無視できるほど少なく、選挙人病は、ゼロであった。グラント陣営と、その急進的支持者は広く政治腐敗を告発し、進歩的共和党は、公務員改革と、南部からの連邦軍撤退を、含みレコンストラクション過程の終結を要求した。進歩的共和党も民主党もその候補者のグリーリーについては失望した。笑い話になぜ愚か者と入れ替えるだけのために、 信用のできない人間を出すのかと言われた。政治的な経験のほとんどないまずい選挙運動員と、共に、クリーリーの新聞編集者としての経歴は、その対抗馬にとってその長い冬代わりな公職履歴を攻撃材料にさせた。グラントは、南北戦争の勝利の記憶が残ってもおり、難航不落であった。さらに、クリーリーの相棒ブラウンが、飲酒癖のために、いくつかの失言を犯した。 例えば、あるキャンペーンピクニックの時に飲みすぎてスイカにバターを塗ろうとした。この選挙は、1869年に全国婦人産政権協会とアメリカ婦人産政権協会が設立されてから初めてのものであった。それに対して、婦人産政権に対する反対運動がより広がっていた。常述のビクトリアウッドハルが大統領候補に指名されたことに加えて、 何人かの婦人参政権運動家が選挙で投票しようとした。スーザン・ B ・アンソニーは投票を試みた角で逮捕され100ドルを量された。ウッドハル自身はわいせつの角で選挙日には刑務所にいた。一般投票の結果、グラントは56%対44%という差で容易にグリーリーに対し勝利した。選挙人投票ではグラントが286票を 獲得し、グリーリーには66票が行くはずだったが、一般選挙から24日後、選挙人投票の前に当たる1872年11月29日に、グリーリーが死に、グリーリーが獲得した6州、テキサス州、ミズーリ州、ケンタッキー州、テネシー州、ジョージア州及びメリーランド州の選挙人の大半は他の民主党員に投票した。 1873年2月12日、選挙人投票の集計を行う、上会院合同会議の席で、選挙の結果について、下記のような多くの意義が提起された。しかし1876年、アメリカ合衆国大統領選挙でなされた意義とは異なり、これらの意義は選挙結果に何の影響も与えなかった。出展、プレジデンシャルバラッツ。 1836,892pp 24757。赤字は共和党。青字は自由共和党が勝利したことを示す。得票率差5%未満。得票率差5%以上10%未満。出典。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。